初めて見たが、その紙袋も初めて見た。ありがとうございました。もう一人お客さん。はじめまして。口でしてくださいね。よかったって、ゆさり、お前何型だ。今洗う。お前は布巾で拭くだけでいいからそれやれ。あら、やっぱりあゆには内緒でお二人付き合っていたり。それはない。すごい相性。照れ隠しってやつかな。マジ違う。あ、音坂さん、お帰りなさいです。お帰りなさいませ。まあ、長いことすまなかった。お前たちの野菜でろ、だから一回帰るって言ってほしい。そんな、謝られるようなことじゃありませんよ。そうですよ、マジな。いい出た。記念すべきユサリンのおまじないシリーズナンバーワン。大丈夫のおまじない。メグアサ初登場の日に思いつきで占いコーナーを丸つぶしにした曰く付きのおまじない。クマ、先に学食へ行っています。ああまたかよ。お待ちしていました。どうぞ。いつも急すぎるんだよ。じゃあ揃ったところで、とりあえず黒羽さんの PV でも見ますか。お恥ずかしい限りです。やったー。誰よりも早く見れるなんて。おお、とまあ、一人熱狂的なファンがいるので、ひどい出来でも大丈夫っすよ。いや、それがですね、じゃん。は？ジエンドのライブチケットですね。しかも明日じゃないか。これジエンド？ユサさんは知りませんでしたか。トモリさんが大好きなロックバンドですね。ロックじゃねえ、ポストロックだ。ポストロック、ウィキで調べろ。何が食いたいんだよ。電車と言ったら立ち食いそばだろ。なんてこった、コロッケそばのメニューアメージングすぎる。見て見て見てください。どうした、この裏ロゴ。ジエンドという造形美。ああ、素敵だと思うよ。